はい、鈴瀬より嬢さんの銀鱗昭和、サイズが20センチです。出します。はい、これもパターンのいい銀鱗昭和ですね。やはり銀鱗はですね、銀鱗というだけあって銀をしっかり拭いてないとですね、まずダメなんですけども、こちらもしっかり出てますね。泳ぐとどの角度からもですね、キラキラしているのがよく目立ちます。白地の多いタイプなんですけども、銀がキラキラしているので、よく逆にそこがですね、よく見えるんじゃないでしょうか。今後この白地からの墨もですね、もっとしっかり出てくることも期待できますので、その辺も楽しんでいただきたいなと思います。はい、紅は真っ赤に上がっております。いい墨つけてます。ここの墨もですね、いいものが出てきております。今後こういった白地からですね、墨が出てくることも期待できます。はい、サイドです。はい、紅もしっかり上がってますね。中です。はい、人気の鈴瀬さんです。清十郎銀鱗昭和ですね。はい、しっかり仕上げて買っていただきたいです。はい、いかがでしょうか。こちら清十郎さん、鈴瀬より嬢さんの銀鱗昭和、サイズが20センチです。ぜひよろしくお願いいたします。